トゥナーフィッシュのボトルを取りに、ボニーバーブスに向かいます。このボニーバーブズの南側ですね。ここにボトルが一つあります。一つ目。そして二つ目はここ。そして三つ目はこの橋の上です。はい。これで全て獲得しました。レネゲードレッドを獲得しました。それに伴いレネゲードレイダー、この色を獲得することができます。